林見会、林見会から1882年8月30日は、幕末期の医学者、明治期のグニー、陸軍グニー総監、陽明、北郎、別名、木。江戸で、幕府御天移林道会の長男として生まれる。長崎で蘭学を学び、さらに文久2年には、伊藤玄一と共に、江本武明幕府派遣のオランダ留学生に、随行して、 直接オランダで医学を学んだ。榎本ら海軍留学生らとは、約1年9ヶ月遅れて、明治元年12月に帰国したが、江戸幕府がすでに崩壊してしまっていたため、明治政府に出資。後に、陸軍軍医総監となり、軍医本部長に就任する。明治15年、アリス川の宮たる人と新に従って、ロシアへ向けて出立するも、途中のフランスで急病死した。 人造園だったという、去年三十九子息、林若木は、医学の道に進まなかったが、いわゆる江戸学の開拓者として知られ、三田村縁魚、三村武清と並んで、江戸通りの三大人と呼ばれた。なお、慶応三年に、県会の妹、達が、江本武明と結婚している。また、赤松時長の妻、帝と、逗子富木の妻、佐用も、 県会の妹であり、南例これの養子、岳子と青春の養子、新六郎は県会の弟である。父、同会の養子となった林正は母方のお父にあたる。ありがとうございます。